では他にも動物ね、これはヒヨケザルって言いますけども、猿の一種なんていうヒヨケザルなんですね。でヒヨケザルと猿の中のヒヨケザル、いやもう全然最初からずっと全部ヒヨケザル、ヒヨケザルもヒヨケザルもヒヨケザルも全部ヒヨケザルなんですよ、これは。そういうやつとかね、これ象ですね、象。この間見てきましたね、先月ね、これなんもう100頭ぐらいいてましたね。こんなことありえないですよ、こういうことが今起こってる。でこれ またあれなんですけども、あの後で説明しますけど、これあの熱帯雨林の森の中じゃないです、これプランテーションですね、農園の中にね、今ゾウがガーッと集まってるんですよ。ここの農園はちょっとスペシャルな農園で、今まで農園と動物っていうのはもう常に、なんですか、対抗するのとか相反するのっていうか、もう農園側は常に野生動物を追い払う側やったんですけども、いろんなあの NGO の活動とかで、まあ、プランテーションの方もいろいろ勉強したりとか、新しい世代の方が出てきたりして、この農園はゾウが入ってきても絶対追い出さない。で入ってきたらワーカーの方がその場所から離れて別のブロック行って仕事する。とにかくゾウに対して、もう他の動物に対してもそうですけども、絶対プレッシャーかけないっていう方針にしたんですよ。そうするとゾウがバーッと入ってきたんですけども、かといって実際、まあ、ゾウ入ってきたらもう全部アブレーションに倒されるじゃないかっていう話今まであったんですけども、入れてみたらストレスかけへんかったら実は暴れない。で実際 何頭かはやんちゃなやつがいてるんですけども、あの見てたらだんだんこうやって観察して分かってくるって言いますね、向こうもね。だからそのうるさいやつらだけをちょっと追い払うとかね、何とかしたら被害なんてそんなないです。で実際に倒されるアブラヤシの木なんかもあるんですけども、それがなぜ倒されたかというと、後で調べてみると、その倒されたやつの10本中8本はもうすでにあのキノコですね、病害虫なんですけども、キノコに万年だけ ガノデルマっていうキノコですけども、それにやられてるアブラヤシの木やったりするんですね。それにやられるとどんどんそれが広がっていくので、農園側はそれにやられてる木見つけたらできるだけ早く見つけて倒して除去して、まあ、そこはしばらく使わないというかせないとダメなんですけども、図を入れてみて倒すのを見てたら、そんなの選択的に倒してる、結局それは図がそのヤバいやつを見つけてくれてるっていうことになったんですね。そういう発見もこの農園はやってるんですけど、まあこんなことやってるのにここだけなんですよ。みんながこんな農園やったらいろいろ問題ないんですけども、こういうことをやりだした農園があって、でそこへこの間行ったのも熱帯雨林なんか今あの狩猟、密猟する人とかね、そんな人いっぱいいてるから、熱帯雨林なんかにもこいつらこの農園の中で安心できるんですよねでこういうとこ集まってる、これそれがこの映像って、もうあの写真なんですけども、こんな100頭集まることなんてね、見るのって2、3年に、僕もあの15年前からもう7、80回もこの現場通ってますけども、見ることないですよ。今までこんな群れ見たんって本当に2、3回なんですけども、もう最近ずっとここにいて、まあ、それがまたあの近所の農園の意地悪とかね、いろいろあって、 あえてこの農園の中でね、なんか毒殺してこいつらのせいにしたりとか、なんかそういうことも起こってる、もうプレッシャーもかかってるみたいなんですけどね、まあ、こういう農園をなんとか応援できる方法ないかなっていうことを今一番あの考えてるんですけども、まあこういうところも行ってきました。ゾウがいてる地域なんです。まあ、 あのボルネオ島でもその、北ボルネオのところにしかゾウがいてないんですけどね、あの石崎くんとかあのこれまで説明やった方々が行ってる地域っていうのはカリマンタンやったりするので、あっちの方はゾウいてないんですけども、まあ特にこの地域っていうのは、まあ、そういう野生動物がたくさん見えるところっていうので有名ですね。サバ州っていうところですけどね、後でまた説明、これは最長っていうね鳥ですけども、今最長プロジェクトっていうのはボルネオ保全トラストジャパンっていう NGO もあのサラヤの活動のスピンオフで作って、今そっちの方もやってるんですけども、そっちでは最長、それも絶滅危惧種なんで、そっちを守る活動っていうのを今やってますね。オラウータンね、ワニ、この間ね、もうほんまにもう今まで見た中で一番でっかいワニ、これ5メートルですね、5メートルですね、肌ボテンと大きかったので、多分なんか猿かなんか食べて消化中なのかもしれないですけど、ね、あの2メートルぐらいまでやったらボートで僕らこうやって乗ってバーッと見て、ワニ、あワニやつってみんなで言ってたら、ワニピュッと逃げていくんですけどね、こいつ逃げないですね、ずっと逃げられてましたね、こうやって、やっぱりね、もう人間なんかも餌にしか見えないですね、食い物にしか見えない、逃げない、もう川、この川もワニがいっぱいいてるんですけどね、あまり形違いますよ、ちょっと、まあ、こういう、で、まあ、そんな中で15年前に
始まったプロジェクト、なぜ始まったかというと、まあ、こういう像を見つけたからなんですけども、この話は後でテレビで、番組でご紹介します。でこれはあのお母さん像が毒殺されて小僧だけが残ってるっていう姿なんですけどね。でこれちょっとあの用意したスライドを大体まとめるとこういう話になってきて、途中から全部 RSPO とかパーミーの話になるんですけどね、おもろないですよ、全然おもろないですけどね、おもろないですけどね。だから皆さん勉強されてるからね、ちょっとはひょっとしたらあのなんかそうやったかっていうところもあるかもしれませんけども、まあ、大体こういう話を全部できるようには用意してますけども、そこまで時間がないかもしれない。これタイトルを入れましたけども、まあ、2つの、まあ、まとめると今日お話しするのは2つの、この2つのロゴマークについてお話しするということになると思います。まあ、右側が RSPO ですね。これはもうご存知ですか、見られました、うん、RSPO 認証マークね。で左の方は、サヤのスピンオフでできたボルネオ保全トラストジャパンっていう NGO のロゴマークです。でこれ結局何かというと、まあ、あのこのボルネオ保全トラストの活動、それから日本でのこの RSPO の活動の広まりっていうのも全てそうなんですけども、これはもう2004年に放映されたテレビ番組があります。素敵な宇宙船地球号っていう番組ですけども、小僧の涙、その番組が放映されて、その時にあのサラヤの社長がインタビューを受けたんですね、番組側から。その時何にも知らなかったですね、社長は現地のことを何にも知らなかったですけども、その時にインタビューを受けて、そこから全部始まった。なので、まあ、その番組っていうのが一つ起点になってるので、今日はその番組まず、見ていただこれさっき説明したっけ、まあ見ていただく、あとでちょっと見て15分ぐらいねちょっと見ていただこうかなと思ってるんですけども、全部見るとまあそれでも20分ちょっとなんですけども、でまずこの写真ですね。これはどこの写真だか分かりになります？分かりになります？どこですかね？インドとかの方、インドっぽいですかね。川にはもう川汚いですよね、今度で、なんか漁をしてるのか何だか分からないですけども、でこういう写真、同じように泡がバー浮いててね、でみんなはその泡の方を見向きもせずにこう釣りをしてですね、これ釣りをしてる、泡なんかいつもあるから関係ないわみたいな感じですね。これ日本です、1970年頃、ね、洗剤がね、当時は洗剤 の、 あの泡が全然消えないです、分解が悪くて消えないですね。で川がこんな状態ですね。で、その問題を解決するためにサラヤが出した製品、ヤシの実洗剤で、これもすぐ分解するんですね。なのでサラヤの製品は環境に優しい、で手肌にも優しい、環境に優しいヤシの実洗剤ということで1971年に売り出して、でまあそれも今も同じコンセプトでね有名になってるんですけども、ただそれが問題になったのが先ほどちょっと出かけたスライドですけども、2004年のボルネオ島でこういう事態が発展して、でそれを取り上げた番組がこれなんですね。この番組でこんなことになってる、これがあのサラヤのせいじゃないかみたいな話なわけですけども、これちょっと調整しますね。今までであの特にご質問ないですか？ちょっとあの切り替えのに手間取ってるからごまかしてるだけですけど大丈夫ですか？何か質問ありますか？まだ質問の起こりようがないですか？なんか世界行って急で、はい、なんかよくそのアマゾン行くロケやとかあるじゃないですか、はいはい、ああいう時になんか、ここ最近特になんか、ならないのか、動物が出やすくなってるような気がしたんですけど、それはなんか関係あったりするんですかね、やっぱ。動物が、どっか。なんか動物が結構映ってる映像が多い、なんか、あなんかもっと前はなんかそういうの行くのにめっちゃ時間がかかるとか言っとったのに、うん、ここ最近はもうなんか、すぐ見つかるようなイメージ。ボルネオに関してはもうそうです。森がちっちゃくなってるから見えるようになりましたね。どうなんかの30年ぐらい前は、もう15年ぐらい前でも、20年ぐらい前でも村の人っていうのはゾウなんか見たことなかったっつって、今やったらね、まあ、もう年に何回も庭に現れてバナナ食っていったとかね、でうちの畑荒らしたとか、そんな話があってもしょっちゅ もう道路をゾウが横切ってたから、20年ぐらい前まではゾウの姿なんか見たことないっつって、声は聞こえるけども会ったことないですよ。森が分厚かったから、ゾウも人間のところは絶対寄らずにこう移動ができたんですね。それがもう今はもうそんなもうしょっちゅうゾウが見えるようになってる。
まあ、ボルネオに関しては開発が原因やと思います。他の場所についてはよくわかんないですけど、